て買ってるの。はいどうも、今回は大阪府大阪市東成区鶴橋にやってきました。ちょっとこの朝商店街を歩いているんですけども、雰囲気抜群のお店見つけました。こちらです。でもそのメニューめちゃくちゃ多いですね。あ、まあすごい、あれですね。あれです。それお願いします。イワシ汁に。はい。
はい、ということでいただきました夜明け食堂さんのいわし乳麺、そして雑炊のセットでした。このいわし乳麺はもちろん単品でもやられているんですけども、おすすめでこの最後雑炊いいですよということでいただいてきました。でこれがかなり人気メニューだそうです、このいわし乳麺セットで。ね、本当にこう野菜もたっぷりの見た目、もう土鍋できたのが熱々湯気が上がってるんですけども、飲むとねすっきりした中にも後味にほんのかにピリ辛があるんですよ。うん、で味はねもっと優しいです。でご主人に伺うと、イワシが本当にそのぶつ切りのね身も入ってるんですけども、だし自体もイワシから取ってると。で尻尾が 2個あったんで、まあ、2匹丸々ってこう結構ね多めに入ってますね、イワシがね。びっくりしました。1匹分ぐらいかなと思って食べると奥にありました。うん、イワシもうまいけど、まずこの乳麺とこのスープのこうすっきり感ね、確かにこれもう朝からでもいけますね。まあ朝8時半からということで夜勤明けの方なんかも見えるそうなんですけども、もうね食事しながらビールを飲まれてる方もいて、初めこうもうこの大阪のね足を行く前に飲んでから行くんだなと思ったんですけども、そうじゃなくて夜勤明けに今から帰る前にご飯食べて一杯飲んで帰るというね、こう非常に今もう周り活気あるんですけども、鶴橋の商店街の一角にあるこのお店なんですけども、なんかね朝なんだけどもうなんか深夜感というか夜終電前に入るお店みたいなね雰囲気を醸し出してて思わず入ってしまったんですけども、やっぱね味はねうまいですね、優しい味本当に。まあだから夜ね、まあそんなに遅くまでやってるお店じゃないんですけども、夕方ぐらいに飲みながらいただくのもいいし、朝ねこうやってちょっと食べながら飲むのもいいんじゃないですかね。そして伺ったの9時過ぎだったんですけども、ご主人が中で厨房でね料理しながら随時こうなんだろうな、できた一品料理を簡単に上げてそこから選んだりするような注文もできますし、とにかくメニューの量非常に多いですね。ここは1回で終わるのもったいないんで、何回も、まあ、もし近くに来られる際をね行ってみていろんなメニューを制覇するのもいいかなと思いました。そしてこうやっぱいかにもこの土地柄なのかなと思ったのは、さっき言ったねちょっと出かけに夜勤明けの方入ってこられたんですけども、もうその前からご主人とお話ししてたんですが、そのお客様とも少しお話しして、少しねこういうのもなんかこう土地柄食べるものプラスアルファのねお店の雰囲気だけじゃなくて、さらにそのいる人の中でもなんかこうお話とか雰囲気があるというのも良いなと思いました。はい、ということでした。ここまでご視聴ありがとうございました。